緩まないナットが世界を席巻、宇宙を変えるハードロックの未来、世界がリスペクト。一はじめに、皆さん今日は小さな部品だけど固定するのに重要なナットを深掘りします。今回も圧巻の内容となりました7分58秒部分に3まとめがありますので期待しながらご視聴願います。ナットは部品として一般的で小さいものは身近な電気製品等に使用されています。今回は特殊なナットが隠れたところで大活躍していて、しかも私たちの命を守っている事例から紹介します。2内容1概要。ナットに命を預けている使用箇所は鉄道のポイント、レールのつなぎ目、列車連結部、架線関連、枕木固定、線路のカーブ部分でのレール固定、自動車トランスミッションギア軸止め、高層物の免震装置固定、戸建て、住宅軽量鉄骨構造体締結、ジェットコースター車輪軸止め、電動キックボードフロントフォークの締結、フルハーネス型墜落制止用器具のキーロック、締結部等あり、今まで何人の人を救ってきたことか、感謝です。他の使用箇所では製造、運送、一般機械等使用箇所は数えきれません。そして生活の便利さ、快適さを維持することにも役立っています。一般のナットは絶対に緩む。もしハードロックナットでなければという事例がいっぱいあります。一つ例を挙げると、日本の新幹線の安全確保の一端にはこのハードロックナットのおかげの部分もあります。新幹線開業当初はホームでの折り返し運転ができませんでした。一旦車両基地に入り、あることをしてからホームに戻って折り返し運転されていました。車両基地で一体何をしていたのでしょうか。そうです、話の流れから想像できた人もいるでしょう。高速運転していたので、ボルト締結部のナットに緩みがないかをチェックし、緩んでいる箇所を締め直しをしていたのです。それは従来の一般のナットを使用していた期間ずっとやっていたとのこと。ただし、どれくらいの頻度で締め直していたかの情報は確認できませんでした。どなたかご存知の方は教えてください。非常に興味があります。なお、調べた結果分かった数値を示されているのは大阪の私鉄で、カーブ部分のレール固定のボルトナット部分に従来の一般ナットだと1週間経てば絶対に緩んでいたので締め直していたが、このロックナットを使用したら3ヶ月以上緩まなかったことのエピソードがあります。ただし安全のために定期的にチェックはしているとのこと。車両は脱線しませんでしたが、話が脱線してすみません。本題に戻して、高速鉄道への一般ナットの使用していたら、残念ながら事故事例があります。他国の高速鉄道にはハードロックナットを使用していないため事故発生した模様。事故の原因がナットの締結部分の緩みを起点としていると伝えられています。しかもその列車の輸出先でも発生している模様。確かな情報確認はできていませんが、この緩まないナットを似せて作ったものを使用していた形跡があります。3緩まないナットのメリットは、なぜ新幹線含む高速鉄道でこの緩まないナットが必要かというと、振動により通常の締結ナットであれば緩みが絶対発生します。このハードロックナット箔錆止め機能により、通常使用では緩みが発生しないので使用されています。その代わり、ナットのコストは通常ナットのほぼ4倍の価格となっています。でもこの価格でも1年で元が取れるし、元が取れて以降もメンテナンス価格が一般的には3分の1以下となる優れものです。試算しますと、材料代では特殊ナットは一般品より4倍の価格、新幹線16両分では2万個のナット使用。重要箇所については点検が必要、点検頻度は通常のナット使用時よりは少なくて済むので3分の1以下と設定。16両分の材料費と点検費用を推定、その費用を計算すると材料費で一般ナットは180万円、ロックナットは720万円となるが、点検メンテナンス費は1年で一般ナット部分は2300万円かかるのに対してロックナットは800万円で済む。合計すると、初めの1年で比較しても一般ナット使用時は購入メンテ含めて2500万円かかるが、ロックナット使用時は購入メンテ含めて1500万円で済むことになる。
なお、ナットの大きさ等による材料費、重要度の差による点検頻度、点検箇所の多少が発生するので、あくまでも試算比較とご理解ください。ただし、この傾向はほぼ合っています。その理由は、このメリットを理解している日本及び海外の鉄道メーカー、鉄道運営会社は高速鉄道だけでなく一般鉄道でも、こぞってハードロックナットを使用しているからです。安全性含めて、新幹線にこのロックナットを使用するのは必然ですね。なお、このロックナットの品質はアメリカの NASA も認識していて、発射台の固定具等に使用されているのは高知の事実です。掘り下げて確認すると、ロックナット側では、ロックナットを大量に販売しているが、2023年11月現在、緩んだというクレームは来ていませんとのこと。絶対緩まないロックナットの神話は続いている模様。4絶対緩まないロックナットとは、一般のナットは絶対に緩む。ナットを回して固定しても回り止めがないので振動等により徐々にではあるが緩んでいく。最初はダブルナットというナットを22回転方向を変えてのナット固定をしたが、決定的な回り止めでないのでシングルナットよりは持続するが、結局は緩む。次にダブルナットに接着剤で固定という方法もあったが、所詮接着剤なので経年変化、経年劣化で緩むことになる。その次に U ナットという板バネ式で固定する方法のナットが開発されたが、強い振動が持続的にかかる場所では結局は緩む構造でした。最後はこのハードロックナットの番です。このハードロックナットの締まり方には特徴があり、下側のナットを凸ナットとし、変身構造を持たせ、下側のナット自体がくさびとなる構造になっています。上側の締め付けナットを O ナットの深円構造としています。上側の O ナットを下側の凸ナットのテーパーに沿って締め込むことにより、下側凸ナットの左内側とボルトの左側がくさび効果で締まっています。また左側は下側ナット凸部分と上側ナット O 部分も接触しています。一方凸ナットは変身構造なので、右側部分は下側ナット凸部分と上側ナット O 部分は空間が空きます。その代わり上側ナットとボルトが締め付け合いします。このように下側は左側からナットとボルトが締め付け合い、同時に上側では右側からナットとボルトが締め付け合うこととなります。結果、ボルト軸方向に対して直角方向に、くさびの原理により強力なロック効果を発生させます。このくさび効果が、絶対に緩まないロックナットの原理です。すごい技術ですね。これを聞くと、余計安心して新幹線に乗れますね。3まとめ、今回は、隠れたところで使われるが、命を預けるハードロックナットについてまとめました。くさび効果の説明部分は苦心してできるだけわかりやすく説明しました。よくわかった、余計にわかりにくかった等と、その内容、理由のコメントをぜひ願います。時間がなかったら、評価ボタンだけでも願います。これからの参考、モチベーションにもなりますので、ぜひ願います。なお、内容がロックナットの宣伝のようになっていますが、おかげでたくさんの命が救われているし、便利さ、快適さを得られているので、宣伝ではないと判断しています。ハードロックナットの技術力の凄さに、日本や世界がリスペクトしていると思います。4最後に、当チャンネルは、より良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております。日本の未来創造とはウィンウィンで進めますので、世界の未来も当然明るいです。取り上げるべき、取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたらコメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。では、また次回の動画でお会いしましょう。